コンビニのおにぎりも大好きです。おかかも良かったんですけど売ってなかったです。ツナマヨネーズも梅昆布も大好きな味の一つです。ちゃんとポーチ作りますからね。こんにちは、うさんこです。今日は A4 の紙を使っておにぎりが入るポーチ作りたいと思います。 A4 の紙ですからね、おにぎり2つは入ります。手作りのおにぎりでもいいですからね。 A4 の紙を真ん中半分に折ってください。半分に折るだけです。下から12センチのところに印をつけて、ここの角とピッと折り目をつけます。開いてここカットしてくださいね。カットすると三角と四角がついた形になります。帽子みたいですよね。これが型紙です。こちらの型紙は出来上がりサイズなので、布を切る際は周りに1センチ縫い代をつけて、同じものを4枚用意してくださいね。布の柄は何でもいいんですけど、この三角に尖った形のものを4枚用意してください。組み合わせは自由で、私はこの白と青の組み合わせで表布の裏布としたいと思います。同じ柄の組み合わせで表とかにしても全然構いませんからね。どうやって作るかというと、こんな感じに縫い合わせて袋にするんです。で、ここ結んでね、でポーチにします。結ばないとバッグにはなりません。まずはこちらの布を中表に合わせて、両サイドを縫い代1センチで縫っていきます。上側を1センチ開けるかどうかはちょっと動画を最後まで見てから決めてくださいね。こんな感じで縫えましたね。縫えたら縫い代をしっかりと開いて、そこを縫い合わせます。縫い代1センチです。縫い代は全部1センチです。縫えましたと、角は切り落としといた方が仕上がりが綺麗です。1枚の布を表に返して、中表に合わせて縫い合わせていきますが、柄の向き、どう合わせるかはお好きなようにしてください。今回は柄がね、同じ柄が重ならないように中表に布を重ねていきます。結ぶところの部分にちょっと5センチぐらい返し口を作って、ぐるっと縫い合わせます。こんな感じで縫えました。ただこの三角の頂上角切り落としておいてください。切った方がね、とんがりが綺麗に出るかなと思います。返し口をちょっと折り返しておいて、表に返します。もうね、あと少しで出来上がっちゃいますからね。表に返したら形を整えます。返し口をここの部分だけ縫い閉じてもいいし、袋口のところをぐるっと縫っちゃっても構いません。でね、ここの V になってるとこなんですけど、ちょっとつったような感じになっちゃってます。ここの部分のね、縫い方に問題があって、ここをきれいに縫うのであれば、上の部分、縫い代の部分を1センチ開けて、で下までずずっと縫ってください。上の部分は1センチ開けるんです。そうするとここの縫い代の部分に切り込みが入るような形になるので、綺麗になります。でも縫い押さえちゃうとそんなに気になりませんよ。出来上がりました。完成です。はい、あっという間にできちゃいますね。こんな感じのおにぎりポーチ、おにぎりじゃなくてもいいんですけどね、この上の部分開くとおにぎりが取り出せます。ちょっとウサギさんみたいですよね。縫い押さえた方がピシッとするかな。もうそれは皆さんの好みです。でね、このポーチは上の部分を
結んで使います。まあハンカチにおむすび包む感じで使ったらいいのかな。結んだままね、おむすびは取り出すのはかなりきついかな。取り出せなくはないんですけどね。おむすび出し入れするときは紐をほどいた方がいいような感じのサイズです。問題の部位になってるところは縫い押さえちゃうとこんな感じです。縫い押さえるとまあそんなに気にならないかなとは思います。ここに縫い代がつきますよね。12センチの部分縫うときに上を1センチ開けて、そこからずっと下までは縫ってしまうんです。袋口縫い合わせるときに V のところに切り込みが入るような感じで縫い上がると思います。切り込みができるからここがつったような感じにならないで綺麗になるんですね。私はまあちょっとそういうの考えるのめんどくさいのでダッと縫っちゃいましたけど、使う分にはね全然問題ないんですけど、仕上がり綺麗がいいなっていう人はその1センチのところ気をつけて縫ってください。コンビニのおにぎりもなんか素敵な袋に入ると高級なお弁当のような感じしません？2つ入れて結んだだけだと割と余裕のある袋ですね。で、これギューッと結んでもいいのかもしれないです。形よくね結ぶとするとこうちょっとあの手で持てるような感じで空間がある方がいいかな。縦結びに、ね、ならないように気をつけて結んでいます。こんな感じで手に持てる感じで結ぶと可愛いかなと思います。今回このサイズで作ったんですが、 A4 の紙使ってアレンジしてもいいかなと思います。このサイズで下側の部分を足してね、で袋の部分を長くしてもいいかなとも思います。ここの斜めの部分をもっとこう長くして肩にかけられるようにしてもいいのかもしれません。できちゃうのがでも簡単ですよね。ちょっとねサイズに余裕があるのでみかん入れてみました。ちょっとおにぎりのデザートにみかんあるといいですよね。このみかんね割と大きめ L サイズなんですけど、おにぎり2個とみかん1個入れてもキツキツのサイズではありません。ちょっと袋に入れると可愛いので皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。動画が面白ければチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。